カブンテツは、台湾の外界、政治家、台湾民衆党主席、台北市長、台湾大学医学部附属病院医師、大大院総省医学部主任、大大医学院教授を歴任。専門は、外界学、緊急救命、臓器移植、体外式膜型人工肺、人工臓器などで、育毛を国内に初導入した第一人者として、 台湾における集中治療の発展に貢献した。2014年の市長選挙で台北市の市長に当選し、2019年には2020年の立法院選挙を見据えて設立した中道政党台湾民衆党の党首にも就任した。カピー、KP と呼ばれることで有名。1959年新築市生まれ、祖父のカヨモは、 日本統治時代には教師だったが、2.28事件で国民党政府により逮捕、拘禁された後に54歳で病死している。父の歌唱発は台湾大学医学部に入学したが、よもが国民党政府による交流と、虐待により病に倒れた後は代々を中退し、新築市販線科学校に転学した。同校卒業後にマーシャル諸島にて水力発電の仕事につき、 帰国後は日本語に精通していたため、新築科学工業園区で日系企業の顧問を務めた。小発は息子の文明が台北市長に立候補すると宣言した際には、四元が2.28事件で亡くなったこともあり、反対した。国立新築高級中学を卒業後、国立陽明大学医学部に進学するが、大学2年時に再入試を受け、 国立台湾大学医学部に入学した。全国一位で医師資格を取得後は、恩師の著名な外科医師塾君の下で、外科、救急医療に携わった。1993年、ミネソタ大学ツインシティ校医学部外科に一年研修に、行き、人工肝臓の研究をした。帰国後は、台湾大学附属委員の主治医、総称医学担当主任を歴任した。また在職中に、 臓器移植のチーム、代替機関移植焦層を設立し、台湾における臓器移植手順の確立に努めた。また、対外式幕型人工配を導入した。2002年、台湾大学医学部で臨床医学博士号を取得した。2010年11月26日、後に、かの対立候補となる国民党の政治家連勝分が、選挙演説中に銃撃され、 代々委員に運ばれた際、手術を指揮した。2011年に台湾大学病院でエイズ感染者の臓器を誤って移植してしまう事件が起こった時、か分哲も監督責任を問われた。ところが行政も含めたシステム全体の問題を一方的に押し付けられたことに対し彼は臆せず発言したため注目を浴びた。2013年にはその後時代力量主席となる。 1994年に、陳水編が台北市長に当選した当時、かは、陳の医学会講演会幹部であり、陳の総統当選時も講演していた。2012年中華民国総統選挙の際は、蔡英文を支持したほか、2013年には台湾独立派団体による908大,大湾国運動の大会に参加し、中華民国に代わる新たな国名として、 台湾共和国の提案を支持した。また2014年の台湾学生による立法院選挙の際には応援に駆けつけた。2014年11月の台北市長選挙には無所属で出馬。民進党の支持支援を受け選挙戦を戦い、与党、国民党候補の連勝を分なを下して、当選12月25日に台北市長に就任した。選挙期間中は、 連将軍の父の連戦や各白村から、か文哲は、出自が日本人である、カンカンとの重傷を受けたものの、むしろ有権者からは連の発言が、差別的、時代遅れと批判を受けることとなり、連陣営は、釈明や謝罪に追い込まれた。か自身、連や各の発言に対し、台湾人は異なる過去を持っている。しかし、今は、一緒にいる。日本人であったことは、 祖父の過ちではないと反論していた。2014年の市長就任後は台湾独立を主張せず、後日のように台中友好路線を取り始めたことなどから、再選のかかった2018年の市長選では民進党は顔支持せず、独自候補を擁立した。なお、かつて台湾独立を支持していたことについて、議会で質疑を受けた際には、時代にはその時代の考え方がある。 医師としての過分鉄と台北市長としての過分鉄の考えは違うと回答している。両岸関係市長就任にあたっては、今後の台湾と中国大陸の関係のあり方について、相互認識、相互理解、相互尊重、相互協力を軸とする4つの相互の概念を提案しており、就任後も2015年に放中する際にも自らの 提唱する15進観点に基づいて一つの中国に反対せず、習近平共産党総書記が提起した両岸一家親をたびたび主張していることは中国政府から歓迎された。また、毛沢東を引用して中国共産党の歴史に習って国民党を打倒すると発言し、延安や中国共産党第一次全国代表大会開始など、 中国共産党の革命の聖地を訪問していることは物議を醸した。2017年に波紋を呼んだ来期よのりの新中愛大発言に関連して自らの立場を友中親美公費と表明している。同様に中国に友好的な高尾市長の韓国湯と共に北か南間とも呼ばれている。一方で米国に亡命した中国の実業家各あやきは 歌手長の当選は台湾の悲劇とまで言い切っている。また、米国の人権活動家で、ジャーナリストのイーサン・ガットマンが2004年から中国で弾圧されている法輪功に対する臓器売買に、歌分鉄が加担したとする著書を出版して、大きな論争となった。2019年4月、美白の公式アカウントを取得。対日関係願忍と会談する、市長家2015年。 包帯した日体若手議連のメンバーで自民党青年局の岸忍と会談している2016年1月24日台北市長就任後両親も初めて来日翌25日には東京都議会を訪れ政府議長と面会面会後記者団に対し日本は台湾の重要な同盟国だと語った両親も同行したまた 前大阪市長の橋本徹とも会談している。2019年5月、最大日市、富山市の日体観光サミット出席や、岸忍の部及び小池百合子との会談を精力的にこなした。また、東日本大震災で壊滅した宮城県、南三陸町の公立静川病院の移転先で、台湾からの義援金をもとに再建された、南三陸病院の表敬訪問。 福島県南相馬市では地元食品を頬張り各食の輸入規制を続ける台湾政府に対し科学的な視点で解決を呼びかけている。日本同様に脱原発を目指して火力発電所の環境問題が取り沙汰される中で磯子火力発電所も視察した。台米関係対中で両岸一家を旗印にしていることから在米台湾同協会は 不歓迎の意思を表明している。他2017ユニバーシアード開幕式で相当の蔡英文と2017年夏季ユニバーシアードのホスト主張として期間前後のトラブルを乗り越えて開催を成功させた。交通政策感染公社2015年アジア自転車フォーラムでスピーチするカツールド台湾 2015IC 交通カードの全国化に際しては 高尾エリアでのシステム更新コスト負担を渋ったため、UU、コンスト高尾都市運行士の紛争に、高尾市長、陳菊と共に参戦。高尾エリアでの他社カードとの格差は2016年夏から2018年春まで2年弱続いた。2017年から2018年にかけて、日北市政府と共同で、台北市内で、感染公舎系統を導入2018年。 市内の公共交通利用率向上を目指し、台北都市運、台北貫栄公社、曜日家が1ヶ月定額無制限で、乗り放題となる1280限定基表の販売を推進した。早運やバスを使って通勤することが多い。競技者ではないが、自転車をライフワークとしており、自転車関連の国際展示会であるベロシティ、台北にも参列し、 行備家の利用促進を推進している。飲酒運転撲滅自身が設立に関わった、飲酒運転防止のための NPO 法人タット、飲酒運転による自己撲滅のために、ZH 台湾主要防災社会寛解協会を立ち上げ、初代理事も務めた。また公共交通機関への移行を促進すべく、自転車をこぐ自身のキャラクターを描いたチャリティー用 u をプロデュースした。 貿易政策貿易対応では、隔離対象者の監視に、電子タグ装着を提唱して、中央流行駅場中心の指揮官、陳時中に、人間は豚でも肉の塊でもないと反論されたことや、肝入りで開始したマスク自販機も帰って行列が長引いたこともあり、2020年4月に行われた、遠見雑誌による、民調では50%を切る満足度で6市町の、 うち韓国湯に次ぐワースト評価だった。姿勢評価2016年初頭は台北ドームの建設中断で時間と費用を浪費していることに対して支持率が一時下落していたが2017年夏季ユニバーシアードを成功率に置いたことで支持は回復傾向となった。地方市長に対する姿勢満足度と姿勢評価調査では台北市長下に対する評価は以下のようになっている。 妻のチン・ハイキと三人の子供がいる。妻は離島の宝庫県出身で夫と同じく医師である。現在は台北市立連合病院の小児科主任を務めている。また長男は本人と同じアスペルガー症候群である。独裁時代に家族が国民党政府から殺害、弾圧された経緯があるため、2015年の2.28事件式典では遺族代表として参加した。 この式典で国民党の場永久総統から握手を求められたが、かはこれを拒否した。2018年の記念日は出席している。頭に手をやる仕草は、トレードマーク2015年9月の波事件で、台北市議員、徐ョヒにはが、か分哲は悠 u カード当事長であった大気前を、かばっていると主張し、頭に来た、か分哲がデスクを叩いた映像が、 中国大陸のネットで話題になった。元立法委員で民進党籍の台北市議王予見は、敬遠の中。王は、カグロを辞任し、一生県政カズトと噛みついたり、カが市議会の質疑で王に対して、呼ばわりすると、王も、小八道と応酬するなど、収束の気配は見えない。コンビニのイートインコーナーで深夜に一人で食事を取る、姿が目撃されたり、 外遊の際は、周辺国の日本や、東南アジアだけではなく、ニュージーランドなどへの長距離でもエコノミークラスを多用するなど、倹約ぶりが目立つ。また、空港で地べたに座りながら、コンセントから充電中のスマートフォンを操作している姿も目撃されている。市長就任後も、頻繁に出身地の新築へ自転車で里帰りしたり、 地方選挙期間中に支持する候補者への応援で、南部まで自走、台北高尾間の一日走場といわれるロングライドに挑戦している。プライベートでも2016年2月28日、前後の連休には228、事件追悼イベントには参加せず、台湾東西北端の復帰角から最南端のガランハナまでの約 520km を無宿泊で走り抜ける1日、 相当、観光、目標タイムには及ばなかったが28時間台で見事完走した。その後、放帯した愛媛県知事、中村時博との会談で、島並海道も挑戦するように要請された。翌2017年も同日に、実家の新築に自転車で帰省した。2019年の228記念日も出席したが、同日にサイクリングも観光した。 台北から新築まで自走し、台湾高速鉄道で台北にトンボ帰りして式典に出席。再度高鉄で海尾島で移動、そこから台南経由で高尾島で自走するという変則型の僧場だった。2017年9月10日、西門町にあるアニメとト台北店を訪問するなど、コスプレやアニメ文化に対する支持を表明した。 また、就任3年を迎えた2017年末には、自らを8ビットのキャラクターに仕立てた、ブラウザーゲーム、本法、台北をリリースしている。2018年にはナイトクラブに集う若者に、投票を呼びかけるべく、DJ として飛び入り参加している。また、選挙運動の一環として、地元のラッパーとコラボレーションし、ラップ曲、トゥーシングス・ライトをリリースしている。 新水辺や馬英級などの歴代台北市長がコスプレに軒並み挑戦しているが、かも例外ではなく市長就任前及び任期中にたびたびコスプレ姿を披露している。似ていると言われたり、自身による二次創作及びインターネット上で勝手にワルの対象となったもの出現市長1期目の4年で40の出現を発したと報道されているほど率直な物言い,いがたびたび物議を醸している。 2014年特標分布2018年特標分布体外幕後日臨床応用弱月後の圧速イメンブレインオクセジェネーションクリニカルアプリケーションズプログノシスプレディクション2002年ありがとうございます